お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はこちらでございます。はい、味噌ちゃんこでございます。白菜とキャベツをね、両方使ったのがね、ちょっと特徴でございます。あと豚バラと長ネギ、キノコ、あとはね、ニラもね、と長ネギを、入れました。やっぱりね、いつもやってるね、これ一人用の鍋ですけどね、大勢でやるときはね、こんな大きな鍋でやりますけどね、大きな鍋でやってもいいですけど、YouTube でね、あげるときはこういったね、一人用の鍋の方がね、適してるのかと思います。ちょっとね、バランスとかもね、いいと思います。で、今日も寒いのでね、今日もね、鍋にしてみました。あとはお酒は焼酎のサイダー割りにしてみました。あとはね、告知はね、特にございません。ちょっとね、思い当たるね、告知が今ございませんので、よろしくお願いいたします。はい、今日の夕飯動画と告知でした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、通過しないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。